今日はマットの前の方に立って始めましょう。足は腰幅。手のひらを前方へ向けて、背筋を頭のてっぺんまでまっすぐに。目線を優しく中央一点に定めたら、意識を呼吸の方へ向けて集中しましょう。少し太めの呼吸を使って、鼻から吸って、鼻から吐く息。今日は大きく体を動かして、全身のエネルギーを活性化していきます。それでは、息を吸いながら大きく手を上に、肩幅、もしくは手のひらを合わせて、息を吐いて最初の前屈にゆったりと入りましょう。膝を少し緩めて、肘と肘をつかむようにして、頭の重さを完全に重力に任せるようにして、背骨にスペースを作っていきます。深く均等な呼吸を感じ続けて、もう一つ。吐く息で手を離して、吸いながら起き上がってきて、吐いて中立です。息を吸いながらもう一度手を上に、吐いてダイブするように完全な前屈に入ります。自分にとって心地のいい程度で。吸う息で顔を上げて目線を上げる。吐く息で足を後ろにステップしてプランクです。一度吸ってから。吐いて膝をついて胸をついて吸いながら小さなコブラです。吐いて腰を持ち上げて下を向いた犬のポーズ。足は腰幅程度に開いて、尾骶骨を上後ろに押しながら、目線はおへその方向です。膝が曲がってしまう方、かかとがマットにつかない方、そのまんまで十分です。自分にとって心地のいい程度で均等な呼吸。次の吸う息に合わせて前の立ち位置へ戻ってきて目線を上げている。足は腰幅。吐いて頭を下ろして、吸いながら手を上げて、吐いて中立に戻ります。吸って手を上げる。吐いて流れるように前屈です。吸う息に合わせて顔を上げて、吐く息でステップバックしてプランクです。一度吸ってから吐いて膝つく胸つく、もしくはチャトランガ、板のポーズです。吸いながらコブラまたはアップドッグ。吐いてもう一度下を向いた犬のポーズです。自分の呼吸をしっかりと内側から感じるようにして、軽く背筋をひねっていく準備です。少し手を足の方へ一歩近づけたら、右手を左の膝の外側へ、目線を上後ろを見上げるようにして、ここでキープ、または吐く息でその手を足首の方へ、吸いながら持ち上げて、吐いて元に戻します。反対側です。左手を右膝の外側、そこでキープ、もしくは吐いて足首の方へ下ろしてから、吸いながら戻して、吐いてダウンドッグに。深い呼吸を続けましょう。背中の方にまで入る呼吸です。
吸いながら前の立ち位置へ戻ってきて、吐いて頭を下ろす。吸って上まで起き上がって、吐いて手を下ろします。吸いながら手を上げる、目線も上。吐いてダイブするように前屈です。吸いながら顔を上げて、吐いて後ろにステップしてプランクです。この体勢キープします。手首を肩の下。かかとからしっかりと体重を後ろに押し出すようにして、下腹部を強く、目線を一点に定めて、Good. 吐きながら膝ついて胸ついて、またはそのままチャトランガ。吸いながらコブラ、またはアップドッグ。吐きながら下を向いた犬のポーズです。ダウンドッグ。吸う息、吐く息の流れを均等に感じながら、もう一度この体勢から中央のプランクへ。今度は右足の側面を使って肩、そして右手とまっすぐ一直線を作るようにしてサイドプランクです。必要な方は上の左足を一歩前へ、左手を空の方へ大きく開いたら、目線を中心のまま、または余裕があれば上、左手から空の方を見上げるようにして、吐いて手を下ろして中央のプランク。反対側に入りましょう。今度は左足の側面を左の肩、左手首とまっすぐ一直線にして右手を上げます。必要な方は右足を一歩前に出す、または両足を揃えたままにチャレンジしましょう。目線は中央、または右手の方を見上げるようにして、吐く息で右手を下ろしてチャトランガ、または膝と胸をついてから吸いながらコブラ、アップドッグ。吐いて下を向いた犬のポーズです。アドムカシュバナーサナ。この体勢を使って呼吸を整えるようにして、おへその奥の方の力を抜きます。吸いながら今度は右足を大きく一歩前に踏み出して、必要であれば手を使って深いランジです。吸いながら両手を上に上げて、肩幅、目線も空の方を見上げて、深いストレッチを感じながら呼吸を止めずに、手をついて右足を後ろに犬のポーズ。反対側、左足を大きく前に踏み出して、右膝、右足をついて、吸いながら手を上げて、深いストレッチを感じながら呼吸を流して、吐く息で手をついて左足も後ろへ、犬のポーズです。柔らかい呼吸を続けて、吸いながらもう一度右足を大きく前に一歩踏み出したら、今度は英雄のポーズ。左のかかとをしっかりとマットについて、吸いながら手を上げて目線も上へ、右膝を直角に、吐きながら体を横に開いて英雄のポーズに、目線を右手の指先へ送ります。ここから右腕を左の腕の下に引っ掛けるようにして、ワシのポーズの腕を使って肩をストレッチしましょう。吐いて腕を開いて、
右手を上に、その肘をつかむようにして吸いながら後ろに、側面のストレッチ。吐いて手を離して手をついて足を後ろに、チャトランガまたは膝ついて胸ついて、吸いながらコブラアップドッグ、吐いてダウンドッグです。反対側、左足を大きく一歩前に、右足のかかとをついておへそを正面に向けたまま、英雄のポーズ1。吐く息で両腕を開いて英雄のポーズ2。目線を左手の指先へ。ここから肩のストレッチです。左の腕を右腕の下にして、わしのポーズの腕を使いましょう。吸いながら腕を開いて、吐く息で今度は左の肘をつかんで、吸いながら一呼吸後ろに lean back。 吐いて手をついて足後ろ、チャトランガまたは膝ついて、吸いながらコブラアップドッグ、吐いてダウンドッグです。少しここで呼吸を続けましょう。均等な呼吸にもう一度揃えていって、吸いながら今度は両足を揃えて前にジャンプ。膝を深く曲げて椅子のポーズに入ります。吸いながら両腕を上に、吐く息で右肘を左の膝の外側に引っ掛けて合掌。そこから両腕を開いて、胸を開いて、目線中央のまま、できれば上の方の手を見上げるようにして、軽くツイストしながら、吐いてリリース。吸いながら一呼吸中央へ、吐きながら反対側です。左の肘を右膝の外側に引っ掛けて合掌。そこから腕を開いて、胸を開くようにして、目線中央のまま、または上の手を見上げるようにして、均等な呼吸です。足強く使ったまま、吐いてリリース。吸いながら中央へ一呼吸、吐いて膝を伸ばして中立に戻ってきます。ここから最後にもう一度、足を腰幅程度に開いて、吸う息に合わせて両手を上にストレッチ。吐いてゆっくりとだらーんと最後の前屈です。膝を緩めて、肘と肘をつかんで、首から頭の重さを感じるように脱力。もう一度自分自身の深い呼吸に注目しながら、頑張った後の呼吸の流れをゆったりと落ち着かせるように、吐く息で手を離して、そのままスクワットの姿勢に入るようにしたら、そっと体を横にしてあげましょう。最後の休息の時間に入ります。しっかりと全身隅々まで動かした後に、今度は完全にすべての力を抜いて脱力します。優しく目を閉じて、全身をみなぎるような気の巡り、血液の巡りをしっとりと感じて、2つ3つ
大きく深呼吸をしましょう。よろしければ鼻から吸ったら、最初は口からため息をつくように吐いて、完全に脱力するまで、もう一度全身の力を完全に抜く時間です。足先から足首、ふくらはぎやすね、そしてももの力を完全に抜いて、両足が重たく地面へと沈んでいくように手放します。腰の周りもお腹の奥の方の筋肉も完全に手放します。深く脱力していくと、お腹の奥の方からスペースができていくように、みぞおちも胸も背中もとろけるようにマットへと沈んでいきます。両腕、首、肩、頭の後ろ側と顔の細かい筋肉も全部手放したら、まぶたの裏で目も頭の奥の方へと沈んでいくように、完全に手放します。そのまましばらく休みましょう。そのまま好きなだけ休息をとってもいいですし、または準備ができた方は意識をそっと呼吸の方へ向けて、体が自然と行っている呼吸の流れに沿っていくようにして、深い呼吸を味わいましょう。その意識を足の先や手の先まで届けて、少しずつ少しずつ体を目覚めさせましょう。ゆっくりと膝を曲げて、体を横に倒して、目を閉じたままでいいので、今のご自身の状態を内側から感じて確認するように。ゆっくりと時間をかけていいので、そっと目を開き、手を使って体を起こしていきましょう。最後に座る姿勢を作って、胸の中心で右手と左手を合わせたなら、